1>, 1年生国語鉛筆の持ち方鉛筆の持ち方を確かめましょうまずは写真のように持ち上げてみましょう持ち上げた後、少し写真のように倒してみましょう同じように 持つことができましたか右利きの人、左利きの人それぞれ上手に持てましたかこのような持ち方になっていないか確かめてみましょうこれは鉛筆が倒れすぎています こちらは鉛筆を強く握ってしまっていますね。もう一度上手に持てたか確かめてみてください。さあ、それでは字を書いてみましょう。